ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。今ちょっといろいろとやっておりましてね、またラジオ配信で失礼しておりますけど、この情報は共有しておきたいなと思いまして、ドラマ探偵が早すぎる春のトリック返し祭りということで、探偵が早すぎるというドラマのこちらの第2シーズンの方が4月14日から始まるわけでして、そちらの主題歌になんと BE:FIRST の新曲ビトレイヤルゲームが起用されているということなんですが、1個前の動画でも語ってあります。こちらなんですが、こちらの方の公式ツイッターがありまして、ビトレイヤルゲームが流れるドラマ新 PR 映像、ベスティの皆様お待たせしましたという形で、公式の方が私たちベスティのためにというか、お待たせしましたというふうに銘打った形で PR 映像1分ほどのものを流してくれております。でこの中で曲が流れて、非常にねクールな感じになっています。でこのドラマ自体はミステリーですがコメディータッチということで、実はね Hulu で、私このドラマ見たことがなかったので、というかそもそもドラマをあまり見ない人間なので、こちらの方を改めてというか初めて見ました。なぜ見れたかというと、1個前の動画でも言ってますが Hulu で見れます。はい、ありがたい、本当に Hulu ってありがたいですね。でしかもHulu の方ですと、ちょっとしたスピンオフストーリーみたいな感じのものも見れますので、Hulu 限定版なのかな。はい。なので、時間がね、4月14日なので、なかなかそんなにないんですけど、私も、Hulu をダウンロードして職場に行く時の電車の中で見たりとか、はい。電車にまあまあ揺られながら行かなきゃいけないので、頑張れば、全部10話ほどなのでね、見れそうな気がします。なんとか10日の間に見たいなと思いまして。で、あれですね、このドラマを見るのに先立って、やはりちょっとライブ配信とか動画とかで、この動画、ドラマについて語って、せっかく BE:FIRST がね、主題歌に起用されましたから、ドラマについてもね、楽しんでいければいいなっていうふうに思いましてね。で、1話目見ました、第1シーズンの。むちゃくちゃ面白いですね。むちゃくちゃ面白いですね、これね。うん。コメディタッチでもあるし、結構その1個前の動画にも、いろいろとコメントいただいたんですけど、なんかその私とかが思っている感じのね、探偵ものとはちょっと違う感じで、でも非常に、なんでしょうね、おしゃれであり、面白い感じも出しておりみたいな、そういう感じでございまして、ね。いや非常に嬉しいです、これはね。で、結構ね、コメントの中で皆さん、見てらっしゃった方がいっぱいいらっしゃるようでして、ぜひぜひ、Hulu ね、おそらく私の動画見てくださってる方は、ギフテッドデイズとかね、そもそもザ・ファーストから始まって、おそらくは Hulu そのまま入ってらっしゃる方も多いと思いますので、ぜひ、探偵が早すぎるを見ていただければって思いますし、なんだったらね、Hulu、この機会にまだ入ってない方は、このドラマをね、1期を見るということで、おそらく2期の方も、第2シーズンの方も、Hulu でもやるでしょうし、なんだったらおそらく第1シーズンの方でちょっと特別編の、ショートドラマがあったから、そんな感じで、おそらくは第2シーズンの方でもやるんじゃないのかなっていう気がするんでね、非常にそんな感じで良かったです。で、PR 映像としてセリフが入ってる状態で流れたんですが、いいっすね。違和感ないっす。BE:FIRST の曲ね。うん。なんか広瀬アリスさんも、主演のお一人である広瀬アリスさんもツイッターの方でつぶやいてくださっておりまして、楽曲がかっこいいからっていうね、ビトレイヤルゲームの楽曲のことですね。広瀬アリスさんがまさか言ってくれるなんて嬉しいっちゃ嬉しいっすね、これね。楽曲がかっこいいから、1話のラストのあのくだりと合うかな、どうしようってスタッフさんに言われました。初回放送前から不安が募りに募ってますっていうね面白いですね。でこれは本日ですね、今日は劇場版ラジエーションハウス完成披露舞台挨拶ですっていう形ですけども、そういう感じで広瀬アリスさんの方からもこの BE:FIRST の曲ビトレイヤルゲームに関してね言ってくださっておりまして、いやありがたいですね。うん。で曲としてはね、ソウルや R&B などの要素が色濃く反映された楽曲っていうような感じだったりするということでね、うん、
まあ、ソウル R&B 的なものというのはね、まあ、ブラックミュージックというか黒人音楽を基調としているものでもあり、まあ、やはりあの同じ黒人音楽のものであるヒップホップ の, あの、ね、アーティストであるスカイハイさんのレーベルらしいだと思います。まあ、やっぱりねあのヒップホップソウル R&B などなどあの非常にねあのブラックミュージックに関して BMSG は強いし、アイルザ翔太くんなんかジャズフェスティバルに出ますからね、ジャズですよ、やばいなって思ったりはしますね。てな感じですけども、はい、ちなみにあの探偵が早すぎるのインスタグラムの方にもあの BE:FIRST の写真と一緒にあのリトレイヤルゲームっていう名前と BE:FIRST、 それから BE:FIRST オフィシャルのあのリンクと一緒にあのストーリーの方に上げてくださっておりまして、もう大歓迎ムードでね非常にありがたいなと思うところです。うん、であのねそちらの方も、ありますし、このあれだな、フォローしとこう、インスタの方、ツイッターの方はフォローしました。あ、じゃあツイッターの探偵が早すぎる の, あのツイッターとインスタグラムの方のリンクも概要欄に貼っておきますので、もしよろしかったらそちらの方から行ってください。あとそのツイッターの方に関してはいわゆるそのおそらく18時に集合っていう風に実はね書いてあったんですが、おそらくこの PR 映像こちらの方があるので、こちらをみんなでベスティの皆さん見ましょうみたいな、見てくださいみたいな感じだったんじゃないかなと思うところでございまして、でこちらの方もねすでにもういろんな反応が出ております。ベスティの皆様と言ってくださって嬉しいですみたいな感じだったりとかね、うん、前作もう一回見ておさらいして当日ドラマ見ますみたいな感じと、そうこのおさらいする復習というかね見直すっていうのがね Hulu でできるので非常にねありがたいです。もうすでにね気づいてらっしゃる方も多いですね。はい、っていう感じでね、あの非常にこうねありがたいことです。あのバイグッバイがねさようならのその前にであの出まして、でやっぱりあの朝ドラも見ていた方がたくさんいたわけですけども、あれも非常に良かったです。で今回のこのウィトレイヤルゲームがあの主題歌になった探偵が早すぎるはもともと結構あの皆さんのコメントとか見てみると、そもそも全然この BE:FIRST 関係ない状態で見てて普通に面白いドラマだったっていうことですから、結局このドラマ自体を楽しみにしていらっしゃる人たちっていうのはベスティじゃない人たちの中にも非常に多いんじゃないかなって思います。でその人たちがこの、 あの曲が流れたことによって BE:FIRST に興味を持つこともまたあるだろうなっていう気がしますので、はい、またまた楽しみが増えてきましたね。いやー良いですね。はい、そんな感じで思っております。はい、またいろいろ情報がね出てくると思いますので、また共有をさせていただくことになると思います。はい、ではそんな感じでねここで失礼いたします。よかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱き